トマ・プレリュボビッチは、セルビア人、イピロス先生校。ギリシア語名は、ソマス・コムニノス・プレルボス。古典式関連表記は、トーマース・コムネノス。母、イエレナを通じ、バルカン半島西部を制圧したセルビア皇帝、ステファン・ウロシュ4世、ドゥシャンの老いにあたる。父のグルグール・プレリュブは、ドゥシャンの下で、副帝、セサリア行政官を務めた。母、イエレナは、 プレリュブの死後セルビア貴族、ラドスラブ・フラペンと再婚した。姉妹、イエレナは、アルバニア人、アカルナニア先制公人、ブアスパタの妻。妻マリア・アンゲリナ・ドゥケナ・コムニュにパレオロギナは、ドゥシャンのイボテイシメオン・ウロシュ・パレオロゴスの娘。ギリシア名のコムニノス・セは妻を通じていた名前。父の死後、セサリア地方は、東ローマ帝国から自立した、先制公 ニキフォロス2世、ドゥカス・オルシーニによって掌握され、イピロスを支配していたシメオン・ウロシュ・パレオロゴスの一家と、共に、マケドニア地方カストリアに難を逃れる。1359年のニキフォロス2世の死後、シメオンは、セサリア・イピロス両地方の掌握に乗り出した。この時同行した。 グルグールプレリューブの息子トマは目覚ましい働きを見せ、シメオンの権力確立後、1362年にその、娘マリア・アンゲリナを妻に得た。シメオンは鳥からに宮廷を構え、皇帝としてセサリア・イピロス支配を開始する。しかし、イピロス地方にはすでにアルバニア人の勢力身長が著しく、ピンドス山脈を越えて、彼らを支配することは困難であった。 シメオンは直接支配を諦め、アルバニア人の主張ピエタル・リョシャト・ジンブ・アスパタに先制校の称号を与え、彼らにイピロス南部を2分して与え、名目的支配を維持することで良しとせざるを得なかった。ヨアニナを中心とするイピロス北部はシメオンの直接支配下に止まったものの、その権力は十分に及ばず正常は不安定であった。 そこで、ヨアニナ市民はシメオンにより強力な支配者の派遣を願い出る。シメオンは、当時マケドニア地方の辺境、エデサにあった婿トマに白羽の矢を建てた。くして1367年、トマは、妻マリアと共にヨアニナ入城を果たした。トマは、布告強兵策と強権政治を 弱になに敷いた。税への徴収は厳格化され、防備を強化するための追記、補修工事に多数の動員がなされた。治世中に何度か起きたペストの流行と人口減に対しては、ギリシア人家父とセルビア人男性の再婚を奨励した。無論こうした政策は領民、ことに特権を無視されがちであった、貴族層、教会指導者の反発を招いた。トマは、 こうした動きに対し、過酌ない態度で臨む。多数の貴族が投獄あるいは追放され、その財産は没収された。市内の至るところに牢が設けられ、投獄された貴族には過酷な拷問が待っていたという。一方、すでにイピロス南部に勢力を確立した、アルバニア人は北部、すなわち、トマの領域への拡大を目指した。 最初の侵入は1367年から1370年にかけてのエトリア先生校、ピエタル旅者による、ヨアニマ包囲戦で、トマはこれを苦心の末に防衛し、和平をなさしめた。この時、トマの娘イエリナと旅者の息子人との結婚が、取り結ばれた。しかし1374年に、ピエタル旅者が死ぬと、隣国アカルマニアの先生校人、 ブアスパタが彼の医療を襲って併合し、沿岸部の要塞をめぐる特攻家、及びその同盟者西ヨ派ネ騎士団団長ファン、フェルナンデス・デー・レディアとの戦いに勝利した。1377年9月14日、勢いに乗るスパタは、ヨアニナに対し新たな遠征を開始した。この戦争は、旅者によるものよりも、はるかに、大規模なもので、数度の和平を挟みつつ長期化した。 スパタは巧妙かつ必要な戦略を練り、収穫期に進行し、葡萄畑や農場などを荒らして、補給面での苦境を敷いた。さらに1379年2月、トマに対するヨアニナ市民の不満を利用して、内通者による反乱を起こさせたため、一時はヨアニナの城塞地区の一部が占領されるにまで至ったが、トマ側につくヨアニナ市民防衛軍の奮起もあり、 最終的に、アルバニア人は撃退された。トマによる戦後処理は過酷なものであった。彼は、アルバニア人捕虜をすべて殺すか、奴隷として売り払い、戦役中に内通したものを探り出しては、拷問を加えて殺害した。弱にな城郭に今も残る、彼が建設した塔に刻まれた、アルバニア人殺しソマスというギリシア語名文は、この時の報復の凄まじさを今に伝えている。 トナは打ち続くアルバニア人との戦況を打開するため、当時バルカン半島に勢力を広げつつあったオスマン朝との同盟に乗り出した。1380年、彼はこの同盟によってアルバニア人に対する戦争を有利に進め、いくつかの要塞を奪った。ジンスパタはやむなく1382年に休戦を申し出る。同年、東、ローマ境地帝マヌイル二世。 パレオロゴスがセサロニキに自治政府を樹立してタイオスマン戦争を開始した。軍事支援に対するオスマン側の要求が次第に増大していくことに不安を覚えたトマは近隣諸国との同盟を求めるマヌイル2世の申し出に応じて彼の進化にして同盟者となりその返礼として皇帝から正式に先制皇の称号を授与された。この同盟関係は 実質的な利益をもたらすことはなく、オスマン軍は、イピロス、セサロニキ双方に攻撃を継続していく。一方、東ローマ宮廷との結びつきは、教会組織間の往来をも復活させ、ヨアニナへの不主教派遣などが行われたが、トマは、間もなく、不主教を追放に処してしまった。しかし、教会に対するトマの過度に厳しい姿勢は、 逆に彼自身の立場を次第に危ういものにしていき、最終的には彼の命をも奪うことになった。トマは1384年12月23日、早朝、自分の護衛兵であったフランク人アントニオラによって暗殺された。彼の死を知ったアルバニア人が再び攻撃をかけてくる中、未亡人となった先生コーヒーマリアは兄弟である元君主の修道士。 ヨアサフラと協議の上、マリアの母方の家系、オルシーニケと、遠赤関係にあるエザウ・ブオンデル・モンティと再婚し、彼を先制校に任じた。エザウは、アルバニア人を撃退し、事態を収拾して、統治を開始した。トマの死をもって、イピロスのセルビア人支配は終了し、イタリア人支配の時代へと移り変わっていく。以上の記述は、大半が15世紀の記録。 弱似な年代記に基づくものである。年代記の作者は、教会人であり、トマの人物と制作に激しい敵意を抱いていた。そのためトマは、典型的な暴君として、冷酷残虐、貪欲、公職、男色などの汚点を持って描かれ、その知性は、暴政圧政として描かれている。しかしこのような著作における、トマの人物像は、 もちろん疑問を持たれて叱るべきであるし、彼の政策もまた、相次ぐ反乱と外敵の侵入に対処し、脆弱な、セルビア人少数支配の困難さを克服するための、苦肉の策であったと評することもできよう。トマは、ヨアニナ城塞地区内に葬られた。1795年に、テッペデレンリアリーパ社がヨアニナに宮殿を造営した際、その墓が発見されたが、 現尊はしていない。トマが妻マリアと共に、メテオラの大メテオロン修道院に封建したイコンは、現在は、クエンカの大聖堂に所蔵されている。本来は検定者夫妻の肖像も書き込まれていたようで、あるが、現在その部分は失われ、名文のみが残されている。妻マリア・アンゲリナとの間には一女が生まれた。ありがとうございます。